カズのライブジムにようこそ。はいどうも、ミザイス YouTuber のカズです。今日なんですけどね、ついにこれが届いたんですよ。おいしょい、重たい。皆さん、これ何かわかりますか？わかる。そうなんですよ、やっと届いたんですよ。稲沢のグッズです。イエーイ。そう、待った、かなり待ちましたね。なんかツイッターとかね、インスタグラムで見てると、皆さん届きました届きましたってね、なんか投稿がいっぱいあったんですよ。で、うちだけなんで来ないんだろう、大丈夫かなってメール何回も確認したりね、いろいろしたんですけどね、やっと届きました、よかったです。ということで、今日は稲沢グッズ全てね、実物をお見せしたいと思います。いやー、楽しみですね。それではね、早速開けてね、中身の方見ていきたいと思います。生一丁喜んで。はい、それではね、中身見たいと思います。うえー、あ、これは名前がついてるけど、隠しましょうか。はい、見てください、ちゃんと全てにチェックが入ってます。はい、全種類買いましたよ。あ、見てください、もうパンパンです、パン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 です。それではね、まず T シャツからね、見ていきたいと思います。はい、じゃあまずね、1つ目 T シャツ、スミブラックヴィンテージ加工ですね。はい、どうですか皆さん、裏は何もないです。はい、こんな感じですね。で、サイズが M なんですけどね。それではね、僕ね、これちょっと着てみます。はい、せーの、どうですかこれ。これで M サイズです。はい、そうですね、丈いいですか、丈がこれぐらい、でもちょっと長く感じるな、だけね。こんなもんですか。もうちょっとなんか短くてもいいなと思うんですけど、はい、でもデザインがね、僕お気に入りですね、これ、うん、かっこいいですね。で、ヴィンテージ加工っていうことなんでね、ちょっと色褪せた感じになってますね、最初から。でもこういう作るんですよね、何回か洗濯した後みたいな。そう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 、まあそれがね、ちょっと味になってね、かっこいいなと思いますね。で、素材なんですけどね、やっぱね、ちょっと薄めですね、なんかちょっと薄い感じ、生地は、うん、まあね、夏ね、皆さん着る予定で作ってると思うんで、まあ、ちょっと薄めになってるのか、最近ビーズの T シャツって全部薄いですよ、なんか安っぽくなってます。そうですね、なんか昔の T シャツって分厚いじゃないですか、すっごい、うん、そう、なんかね、ちょっと最近のは薄くできてますね。別にそれはね、別に悪いってわけじゃないんですけど、はい、まずね、T シャツ一つ目、これです。はい、次は T シャツイエロー、これもヴィンテージ加工ですね。僕が今着てるやつの色違いです。イエローもやっぱいいですね。僕ね、黄色結構好きなんでね、これも買えばよかったな。これ S サイズですね。あー、どうですか、ね、なんかちょっと短いですね。ワンチャン S、僕でも着れたかもしれないですね、このゆったり感あるからね。これチャーミーさんですね。そうです、はい、 T シャツイエロー。はい、次 T シャツパープルですね。はい、これもヴィンテージ加工となってます。裏はないですね。なんかこの羽のやつすごい人気でしたよね、皆さんね。でもなんか写真だとなんかパープルに見えないんだけどみたいな感じで見てたんですけど、ちゃんとパープルですよね。なんていうんですか、スミレ色ぐらいですか、ちょうど。でもピンクっぽいね。ピンクっぽいですか、うん、まあちょっとピンクと紫のあいのこですけど、淡い紫っていうんですか。これチャーミーさん用ですね。ちょっと S サイズ着てみますか。はい、チャーミーさんに着てもらいます。はい、着てみました。こんな感じです。映ってる映ってる。これが S サイズ。どう、普段の、今までのビーズの T シャツと比べて、なんかちっちゃいとか大きいとかありますか。ちょうどいい。答えになってないです。比べてどうですかと言ってるんです。最近の T シャツは別にこんな感じじゃない。同じぐらいってことですね。うん、はい、いいですね。やっぱ女の人の方が似合うのかな。はい、ありがとうございます。はい、次は T シャツグレーですね。先ほどチャーミーさんに着てもらったやつの色違いになります。グレーにも悪くないね。ちょっと地味かなと思ったけど、あんま濃いグレーじゃないんで良さそうだね。グレーってね、ちょっと
汗じみ目立つよね。そうです、湧き汗とか、ね、夏に着るとちょっとしんどいかもしれないですね。なんか一枚ね、羽織ったりした方がいいかもしれないです。はい、いいじゃん、撮影の時に着ない。あ、そっか、そうしようか、かっこいいですね。はい、次は T シャツレッドですね。はい、これもヴィンテージ加工ですね。これね、なかなかね、ちょっと攻めたデザインだなと思って。これはこんな感じです。これウェブオーマンね、戦ってますね、ウェブオーマンと。ウェブオーマンっていうの？いや、知らないです、今勝手につけました。はい、はい、次 T シャツホワイトですね。先ほどのやつの色違いです。これはヴィンテージ加工されてないんで、ね、しっかりとした生地となっております。この色使いね、いいよね。もうなんか鮮やかな青と赤で白ね、このなんていうんですか、色使いがすごいね、いいですね。あー、なんかいいな、これ夏にいいですよね、絶対。 S サイズだけど着る？着れる？変わったらギリギリじゃない？足りてないな。僕も買えなかったな、この T シャツ。もう買えないんですよね。人のものがよく見えるでしょ。それね、あるね。自分が買わなかったやつとかでね、いいなってなるんですよね。残念。はい、T シャツの最後はツアー T シャツですね。はい、こんな感じです。うん、これがね、今回のツアーのメインロゴとなるやつですね。はい、それで裏はやっぱツアー T シャツなんでね、ツアーの日程が書かれてますが、がですよ、これは本来行う予定だった日付ですね。実際は、振り替公演で違う日に行うんですけど。あ、そっか。そう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 、なのでこの日にやる予定でした。だからもうどこら辺まで行ってる？あ、もう終わってんじゃない？6月10日、もう終わってるじゃないですか。終わってるじゃん。終わってます大変ですツアー終わってる時に T シャツ届くというはい、ということですね。ある意味レアですよ、レアツアー T シャツ。はい、そうですね。はい、それではね、先に着るもの行っちゃいます。これがパーカーですね。はい、表はね、胸のところにイナバサラスのロゴが入ってます。そんでもって裏がこれですね。どうかな、お、ウェボーマンのあの柄ですね。はい、かっこいいですね。で、生地なんですけど、やっぱちょっと薄めですね。これサマーパーカーなんですか。でもサマーパーカーとは書いてないんで、普通のパーカーなんですけど、やっぱちょっと薄手です。冬にこれでね、出歩くと絶対寒いです。まあ何かね、冬に羽織ればいいかもしれないですけどね、かっこいいですね。はい、次はツアートラックですね。ブーン、見えますか。はい、ツアートラック、実際こういうトラックが止まるんですかね。そういうことですよね。同じ柄ってことでしょ。そうだと思うね。なのでまだね、見てないですけど、ツアートラック実物を。でもこれが止まるんだと思います。ネタバレじゃん大丈夫ですか皆さん、これネタバレになっちゃいますけど、まあ仕方ないですよね、もう出てますもんね、情報として。はい、ツアートラックです。はい、お次はマグカップ。いい、こういうね、箱好き。こういうデザインの箱好き、かっこいい。開けてみたいと思います。せーの、ポン。あ、そういうことね。こう開けたらここにロゴが出てくるかなと思ったのにです。じゃじゃじゃーん、かわいい。かわいいね。もう一個買えばよかったね、ペアで。いや、松本さんのが来るからいい。あ、そうか、松本さんのやつもあるから、いいか。そうだね。あ、でもこれかわいいわ。これ買った人いいです。あ、今見る、違って見てください。これ、そこにはこれがあるんですよ。本当じゃん。はい、いいですね。これはね、買うべきでしたね。はい、これ何飲みたいですか。ミルクティー。ミルクティー、やっぱり。はい、これでミルクティーになります。はい、次はハンドタオル、イエロー、グリーン。はい、こんな感じですね。まあ、当然裏は何もないです。まあ、ハンドタオルはね、もう素材はね、タオルなんて開けないですけど、大きさ的にはこんな感じです。はい、これぐらいの大きさ僕の顔がね、
大きいからってすごい大きいタオルかってそういうことじゃないですからね。普通のハンドタオルです。はい、はい、次はスポーツタオルですね。いきますよ。せーの、ボン。おー、かっこいい。っていうかちょっと大きくない？スポーツタオルだからな。いつもマフラータオルって書いてあるもんね。あ、そっか。そうそうそう。これスポーツタオルって名前なんで、まあちょっと大きめですね。マフラータオルの2倍だね。そうね。うん、なんとなく2倍ぐらい。うん。いいじゃん。かっこいい。これで何拭きますか？汗。でしょうね。はい。はい、次は、ポーチ。はい、ポーチですね。これね、なんか女性の方がね、気になるなと言ってたやつですね。これぐらいです。大きさ的には、ちょっとね、スマホで比べてみましょう。これが、iPhone の、いつのやつですか？ iPhone4 ですか？3でしたっけ？7プラスで。7プラス。どんだけのやつ使ってるんですか？もうそろそろ12が出るっていうのにね。はい、まあこれ、プラスなんで、ちょっと大きめの iPhone です。を、こう比べるとこれぐらいですね。ちょうど入りますね。一応入ります。だけど入れてみますか。こうしてこう、あ、入りますがポーチなんで iPhone は入れないですよね。やっぱお化粧品とか、まあ、そういうものを入れるんでしょ。ナプキンナップね。ナップを入れるね。まあ女性の人だったらそうかもしれないですね。何言わせるんだよ。こっぱずかしいじゃねえかよ。はい。内側は特に、はいですね。なんかポケットがあるとかはないです。はい。はい。これがポーチ。はい、次はトートバッグですね。はい。これね、すげえ人気なんですよね。みんなね、買ってよかったーってね、言ってました。しっかりしてますね、作りが。うん。で、裏にポケットが、ついてて、で中にも、はい、中こんな感じです。中にもね、見えますかね、こういうブランブラン系のポケットが内ポケついてますね。なので買い物とかでね持って行って中のポケットにね、お財布とかちょっと貴重な品を入れといて、まあ、外には何だろう、ペットボトルとかね挿したりできるんじゃないですかね。で、公式さんが、これの使い方をね、写真でアップロードしてたんですよ。なので、ね、僕も今回、ね、真似してみようかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、なんかね、板を入れて持ち歩くといいそうなんですよ。嘘ですけどね、板入るくらいでかいんですよ。思ったよりでかいな、このトートバッグ。大容量だね。相当でかいですね。公式さんがね、推してる使い方なんですけど、なんかね、フランスパンを入れた方がいいと。そう、フランスパンを入れて使いましょうみたいな感じ。近くでね、買おうと思ったらね、こういうフランスパンしかなかったんですよ。あの普通ね、長細いのを想像してたんですけど、しかもね、切れてるんですよ。そう、切れてるタイプなんで、どうしようかな。入れますか？入れていいか。入れてもはみ出さないか。はみ出さないですね。待ってくださいね。こういう感じで、はい、いいですか。はい。はい、見えますね。おい。はい、フランスパンを入れて使うやつです。すげえパン粉が出ちゃいます。汚くなっちゃった。はい、本当はね、こうやってちょっとこう覗いてるところがいいんですよ。っていうか、パンをそもそもね、そのまんま入れるってないでしょ。ね、いくらフランスパンだからってね、そのまま刺すとかないですからね。はい、はい、最後はチャリティーピンバッジ。イエーイ。はい、チャリティーピンバッジです。こんな感じです。見えますか。はい、今回の、ね、ツアーローのピンバッジになります。これね、毎回買ってるんで、はい、これはまあお約束の品なんですけど、で今回ね、ちょっと複数買って2つ、はい、2つね、視聴者の方にプレゼントしたいと思います。またね、この動画の概要欄の方に応募フォーム、貼っておきますので、もしね、あ、チャリティーピンバッジ買い損ねたとかね、欲しいっていう方、どしどし応募ください。はい、ちょっとね、2つって少ないんですけど、すいませんね。はい、チャリティーピンバッジです。はい、以上でね、今回の稲沢のツアー、 The First of
ダスト、ビッグツアーズ。合ってた合ってたの、グッズすべて紹介しました。本来だったらね、こうやって買ったものをお見せして皆さんが買う時の、参考にしてくださいっていうね動画にしたかったんですが、まあいろいろありましてね、延期になったりしたじゃないですか。それと、インターネットのみの販売になって、しかももう買えないと。はい、なので、皆さんがね買う時の参考にしてくださいっていうわけにはいかないんですが、まあ、買えなかったもので気になっているもの、見てみたかったものとかね、あとまあどんな形かわからないですけど、まあ、手に入れることがあったら、まあ、その時参考にしてもらったりとか、はい、まあそういう形でね、まあ、見ていただければなと思います。はい、それではね、今日の動画良かったと思ったら高評価、あとね、チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやってますので、ね、フォローの方よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー、バイバーイ。早くトートバッグ掃除して。すいません、フランスパン食べます。